TJ グロスネットは、和歌山県に存在した、プラモデルフィギュアなどの通信販売業者、TJ グロネットなどと表記されることもある。社名は、谷口十グロネットワークの略。谷口は、社長のせい、十グロはフランス語で、大きな玩ングの意。和歌山電鉄のおもちゃ電車事業内容は、ガンプラをはじめとするプラモデル、フィギュア、ゲーム、玩ングなどのネット通販である。 自社サイトでの販売に始まり、ヤフーショッピング、ヤフーオークション及び楽天市場へ出店。競合店をしのぐ安値やポイント20倍などのセールで業績を拡大する。ヤフーショッピングではベストストア賞をたびたび受賞。また、メーカーと協業して TJ グロスネット限定版の商品を発売するなど、業界では有力店として知られていた。地元では直営実店舗、 トイ,やトイポリーを経営するほか、海南市郊外に広大な本社社屋と数台の自社内リトレーラーを保有。有料成長企業として注目を集める。2005年には、和歌山ビッグホエールにて、ガンダムシリーズの有名声優らをゲストに迎え、TJ トイホビーショー2 0 0 5を主催。和歌山電鉄が2007年に運行開始したおもちゃ電車のスポンサーともなった。 t の戦略。と題した会社案内パンフレットには我々のスピードについてこれるかそれが問題だ。との強気なキャッチコピーを掲載し業績拡大に自信を見せていた。急速な業績拡大の一方で設備投資や在庫負担のため借入金が増大。2008年3月になると商品の発送遅延が目立ち一部商品の仕入れ4月に入り電話 メールとも完全に音信不通となる。1日には楽天の店舗ページが改装中として事実上閉鎖され、2日にはヤフーが店舗と連絡が取れないという理由により店舗ページを閉鎖し、利用者に対してメールで告知する。また、帝国データバンクで3月末の支払いの不当たりが確認される社屋が無人となり、銀行による 担保物件の貼り紙と封印がされていることが確認されるなど、経営破綻、業務停止が確実となり、夜逃げ疑惑が囁かれる。これを受けて、ヤフーや楽天に苦情、問い合わせが殺到し、7日以降、読売新聞、毎日新聞、各ニュースサイトがガンプラ通販有名店で商品密着トラブルとして報道。4月15日には、 民事再生法による再生手続きの申請をするも23日に大阪地方裁判所により帰却、保全管理命令が出される。5月21日には破産手続き開始決定が出される。代金を前払いした利用者は倒産により商品が届かない、代金が返金されないという被害に遭うこととなった。特に以下のような理由により被害額が大きくなった。 また、人気商品は、ヤフーは、クレジットカード利用者に対して、決済代行業者、ネットラストを通じて注文キャンセル、返金処理を行っていたが、5月12日に、銀行振込等の利用者を含めた包括的な、保証を発表。楽天も同日、楽天安心ショッピングサービスに基づく保証を、発表した。しかし、これらのインターネットモールを介さず、 本店に直接注文した利用者の救済のめどは立っていない。ありがとうございます。